生雲構成は日本の競争馬である。2017年の高松の宮記念に優勝した。馬名の意味は冠無理名の西雲と構成。2015年6月27日東京の新馬戦でデビューし8着。その後の未勝利戦でも12着、6着、2着となりこの年を終える。3歳となった2016年は2戦連続で2着になった後、 3月21日の未勝利戦で初勝利を挙げる。続く5月1日の500万下は2着を挟んで、5月29日の500万下で2勝目を挙げる。昇級戦となった7月の桜ンボ特別で3勝目を挙げる。休養後、10月の白州ステークスでは13着と、惨敗するも11月の途月強ステークスで4勝目を挙げ、この年を終える。 重症初挑戦となったシルクロードステークスは、後位位相から一旦は先頭に立つも、後方から追い込んできたダンスディレクターに交わされ2着となる。そして3月26日の高松の宮記念は、後位でレースを進め、最後の直線で抜け出すと、馬場の内側から伸びてきたレッツゴードンキを一馬バシン1、4差を抑え GI 初制覇を果たした。しかし、 その後は実力を発揮しきれず、函館スプリントステークス4着、スプリンターズステークス11着、スワンステークス14着、京阪杯7着と不本意な形でこの年を終える。年明け初戦のシルクロードステークスで2着と、復調の兆しを見せる。高松の宮記念6着、京王杯スプリングステークス12着と惨敗するも、6月17日の、 箱館スプリントステークスで1年3ヶ月ぶりの勝利と重賞2勝目を挙げた。しかし、秋シーズンは、スプリンターズステークス12着、久々のダート戦となった JBC スプリントも14着と、盆想が続き、この年を終える。年明け初戦のシルクロードステークスで15着と大敗。そのため高松の宮記念では12番人気と低評価だったが、 それを覆し2着となった。以下の内容は、ジャビスサーチよび netkeiba.com に基づく。jra 競争場検索。w w w j r a g o j p 2 0 2 0年3月20日閲覧。ダンスディレクター完全復活連覇達成。シルクロード snetkeiba.com 2017年3月26日閲覧、西運行成が突き抜け GI 発制覇。高松の宮記念 NETKEIBA.com。2017年3月26日閲覧、西運行成競争成績。ジャビスサーチ公益社団法人日本軽手は協会。2017年3月26日閲覧、西運行成の競争成績。 ネトキバ、ネットドリーマーズ仕様、リミテッド、2020年8月7日閲覧。タイキリオン、競争場で得た、netkeiba.com、2019年2月20日閲覧。タイキダイヤ、競争場で得た、netkeiba.com、2019年2月20日閲覧。テントム、ジャビスサーチ。 www.jbis.or.jp2019 年2月20日閲覧タッピアノ・ジャビス・サーチ www.jbis.or.jp2019 年2月20日閲覧レディ・ジョアン・ジャビス・サーチ www.jbis.or.jp2019 年2月20日閲覧シャックル・フォード Javis Search www.jbis.org.jp2019 年2月20日閲覧 a p j t 競争場データ netkeiba.com2019 年2月20日閲覧ありがとうございます。